近いけど遠い国本日皆さんにお会いできて嬉しく思いますこんにちは、私はエスタと申します今日は皆さんに日本語についてお話ししたいと思います以前まで日本は近いけど遠い国という存在でしたこんなに近いのに私は一度しか行ったことがありませんでした 日本人に初めて会ったのは中学2年生の時に行ったニュージーランド旅行でのことでしたその時日本人はとてもおしゃれでかっこよかったので今でも印象に残っていますそれから日本という国にすごく興味が湧きましたたまにある日本人が出るテレビ番組を言葉が分からなくてもずっと見ていた記憶があります たくさんの時が流れて今の私は30代後半になりました日本語を学びたいという気持ちが消えようとしている時偶然インターネットで祐介先生のライブ配信を見つけました祐介先生はなんだか可愛くて彼の落ち着いた声がとても魅力的でした先生のプロファイルを見たら 日本語の授業ををしていることを知りその時先生に日本語を教えてもらおうか今更日本語の勉強を始めてもいいのだろうかと悩みながら勇気を出して先生に連絡しましたそれをきっかけに先生といろいろな話をしてどんなふうに教えているかを聞くことができましたその後先生とのレッスン日が決まりオンラインでですか 先生との初対面、初めての日本語の授業すべてが私にとっていい時間でした可愛らしくて濃い眉毛の祐介先生との初めての授業は自己紹介についてでした「先生は自分を表現することが最も大切です」と言いました長い時間の授業だったのにもかかわらず 元気よくく一生懸命に教えてくれました日本語の意味がわかるように丁寧に教えてくれ授業のクオリティも高くとても充実した授業でした「私の名前故郷住んでいるところ趣味好きな食べ物など祐介先生のおかげで少し日本語が聞き取れるようになり」 嬉しかったですまた先生に褒められ日本語に自信がつくようになりました2回目の授業は私は職場で行いました先生の明るい笑顔のおかげでもっと楽しくて自信を持って日本語を話すことができました先生の日本語が聞き取れない時もありました それでも頑張って何か新しいことを伝えようとしてくださる先生の授業はとても楽しくて笑いが絶えません私と授業をしているうちに先生から韓国語について知りたいと言われ韓国語についてたくさん教えることができましたお互いの国のことを話したり お互いの国の言葉を教え合うことができてとても楽しい授業になりました私は外国の方とコミュニケーションをとることが好きでたくさん交流を深めてきましたしかし今までは日本人との交流が少なかったのでこれからはゆうすけ先生に日本語を教えてもらい日本人の友達を作り 日本に行っていろんな人と交流しながら、韓国と日本の架け橋になってみたいと思いました。最後に、ゆうすけ先生に伝えたいことがあります。ゆうすけ先生、日本語を教えてくださってありがとうございます。今まで物理的に近い国という存在でしたが、今後は心も近くなれそうです。これからも、 一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。今度、一緒に歌を歌いましょう。それでは、私のスピーチを終わらせていただきたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。近いけど、遠い国。はい。 素晴らしいですね。本当これを、まあ、このスピーチのエッセイを頂い,いた時にもうすごい感動してはいとても心を動かされましたけどもやっぱね距離は関係ないなってで最後ほんとすごいいいなと思ったのがやっぱこの日本語のね学習を通して日本と韓国の架け橋になりたいとかそういったね言葉 も聞けましたした、えー、日本には韓国を好きな、えー、日本人もたくさんいますので、まあ、そういった人たちとのねコミュニケーションの場を広げていってもらえればなおねゆうすけ先生も幸せかなと思います。はいいいさん素晴らしし作文ありがとうございましたで次回はね是非、えー、スピーチコンテストでね自分のお声で、えー、出ていただければと思います。